ンポン。お前らあかりちゃん好きだろう。この麗しい瞳が好きだろう。おい、この傲慢ボディが好きだろう。そんな視聴者とオークション勝負だ。はい、ここにあかりちゃんのタオル1枚姿が乗ってる。どうやら死にたいらしいな。やだ、あかりちゃん最近ツッコミ強い。ほら、さっきの写真よこし。何これ、あかりちゃんのタオル1枚姿が乗ってる私のイラスト。これ人当たり前じゃないですか。ほら顔あるし。職を人の判断基準として使ってるやつやべえだろ。あと無駄にこの髪飾りうめえな、何なんだよ。そうですかね。ちょっとそれ貸してもらえます。ん、ああお前らこの謎のオブジェクト好きだろう。てめえこら。はい、ではこちらの物を落札価格10万円から。てめえ何人のものでオークションしとんだボケ。はい、練習ぶち込みます。おい何買ってんねん。てかお前最近毎回出てんな、何なんだよ。415に張り合ってんだ、やめろやめろ。いいや、そんなに欲しいならスペアあるからこれあげるって。え、ありがとう。これできっと今年はたくさんセミ捕まえられる。そんなご利益はねえ。信じましょう、信じましょう。信じます。だからお前は誰なんだよ。さりげなくパクってんじゃねえ。ついなちゃんお任せアルベロス。いやパクわーい。あかりちゃんからもらっちゃった。喜んでるならまあええか。ピンポン。わー、おいおい、なんやなんや。あかりちゃん聞いてくださいよ。どうしたんや、そんなに泣いて。ブー、最近ヤンキーの動画出したじゃないですか。ああ、あったな、そんなん。そしたら視聴者の方からこんなことを言われたんです。限定はヤンキーじゃなくてモンキーだろ。お、猿かな。ひどいですよね。あかりちゃんは私のこと猿っぽいって思ってないですよね。思ってるわけないやろ。今すごいのがあった。そんなことないわ。なあついなちゃん、先生は猿じゃないです。猿猿じゃないウッキー。ヘイモンキー。ウッキー、さっきから口調が猿に歩み寄ってんの何なの。どうしたら猿っぽくなくなりますかね。うん、やっぱり猿ってせわしなく動いてるイメージがあるから、落ち着きがあるところを見せたらええんやないか。落ち着きガールのところ。誰もそんなアクティブガールの話はしてねえんだよ。落ち着きや、落ち着き、動くな。なんじゃボケ。だって暇なんだもん。君は暇なら顔を空間移動させるのかい。動くない、ウートロンや。ん、わあ、あ、和むことなき猿。やだ、めっちゃ動きやすい。お前もう猿でねえやん。ピンポン。たまにはおしゃれがしたい。はあ、いつも制服だから。まあせやな。ゆかりちゃんは制服以外だとどんな服装しとったっけ。そうですね、私はおしゃれにもうるさいですから、いろいろシチュエーションで雰囲気を変えてます。ほう、なかなかやるやないか。まずはコンビニに行く時の服装。ドン、通報されんぞ。ドドン、生臭そう。ドドドン、服装。ちなみに支払う時はこんな感じ。腰抜かすわ。もっとまともな服はないんですかね。いや、もっとまともな服装あったらそれ着てますよね。あら、たく、何の表情だよ。明らかに殴られたカットインが入った後に笑っていたら、みんなはどう感じるかな。恐怖だよ。まあ何にしても普通の服を新しく買いなさいよ。オッケー、今からここは服屋だ。何言っとんだこいつ。イエスさ、いいか。なんか来た。どうぞお選びください。うん、どうしよう。待て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 。え、君は買い物の時は顔だけでショッピングするのかい。え、私がおかしいの。もうしょうがないな。人の体を保ってる分そっちの方がマシやな。うん、どれにしようかな。てかラインナップもどうなんや。これ一番右にいたっては服じゃねえな。タオルだよタオル。じゃあこれください。選んだのは割とまともやな。わーい、おニューバー。早速着よう。あれ、サイズが違う。その上から金も。次から服装どうしますかね。まあ暑くなってきたしな。タオル1枚。それは服じゃない。じゃあ包帯。じゃあじゃねえよ。服じゃねえって言ってんだろ。普通に夏服やな。わーい、じゃあ夏服。剣王バージョン探しときますね。いらんいらん。